タケイム T-60 は第二次世界大戦中にルーマニアで開発された対戦車自走砲である。車体と砲は共に敵国ソ連からの露角品である T-60 軽戦車と 76.2mm 野砲1936年型が用いられた。1943年に計3 4両が作られ、実戦に投入された。 1941年夏に始まったバルバロッサ作戦への参加により、ルーマニア軍は自国の兵器が T-34、キロボルト -1 などのソ連戦車に全く歯が立たないという深刻な問題に直面することになった。ルーマニアの工業力では即座にこれに対抗する兵器の開発は無理で、そのためソ連からの大量の路角兵器を有効活用することになった。 開発を担当したコンスタンチン・ギューライ中佐は、スペアパーツが豊富にあった t 6 0軽戦車をベースに、76.2mm ホー1936年型を搭載するオープントップの対戦車自走砲を作り上げた。戦闘室前側面の走行版は、ルーマニア国内で上質の走行後半の供給が望めなかったため、 やはり路角の BT-7 の車体が再利用された。完成した自走砲は、タケイム T-60、スンアンティーカーポリエチレンやファットモービル T-60、T-60 車体対戦車自走砲と名付けられた。改装は、ブカレストのレオニダ製作所で行われ、1943年1月に1号車が完成したのに続いて、6月末までに、計1 7両、 年末までに残り17両が完成した。階層は T-60 軽戦車の先頭室上面を取り除き、ほぼ車体中央上部に 76.2mm 野方を搭載、前後面のみを走行板でカバーした。側面走行後半部は左右に開くことができるようになっていた。車内の狭さからフェンダー上や車体後部上面。 後面に工具箱や弾薬箱が増設された。元が路角兵器であるため使用された T-60 車体はソ連核生産工場製のものが入り混じっていた。タケイム T-60 は16両が第1戦車連隊の第61戦車駆逐中隊、18両が第2戦車連隊の第62戦車駆逐中隊に配備された。これら部隊は 1944年2月から8月までのベッサラビア、モルダビアでの防衛戦に投入された。そのゴルウマニアの降伏に伴い、残存のタケイム T-60 はソ連軍に接収された。ありがとうございます。